どうもバンです、さて自作ラジコン飛行機の試験飛行機を今回新たに、設計そして製作開始しようというふうに思います、まずラフスケッチです、こんな形です。ですね、まあ要するに紙飛行機っぽい形をした飛行機で、翼面荷重をね、分散させて、で、まあ荷重も大きく取れて、直進安全性を向上させ、そしてプッシャー機で、プロペラを回してというようなね、形の、航空機、テスト飛行機を作ろうというふうに思います。同様のテスト飛行機はですね、以前にも紹介したことあるんですけど、今回はですね、全く形が違いますね。で、どういう意図があるのかというとですね、前回、設計した、紙飛行機型ラジコン、ちょっとこの辺に動画載せておきますけども、なんかね、やっぱり、直進安定性っていう意味では、いまいち劣るなというふうに思ったんですね。で、ところがやっぱこういう、先端が尖ってるような形状の飛行機であればですね、より、安定して飛ぶんじゃないかなというふうに思ったわけです。ただ、前回、紹介した、こちらの飛行機はですね、実績があります。どういう実績かというと、紙飛行機滞空時間世界一というね、そういう形、形状なんですね。ただ、それが、ラジコン飛行機、動力飛行に当てはまるかというと、性能が当てはまるかというとですね、必ずしもそうじゃないというのが分かってきました。じゃあ、もう一つのアプローチですね。代表的な紙飛行機型の、そういう形をした、無人航空機を作れば、果たしてどういうような、挙動性能になるのかというのをですね、試していきたいというふうに思います。ざっくりとした、これはラフスケッチなんですけども、大きさですね、3面図をね、ちょっとこれから描いていこうというふうに思います。はい、どうもです。ざっくり、ほんまざっくりですけども、まあ3面図にしたらね、こんな感じかなというふうに思いますね。ただ、心配なのはですね、やっぱり重心なんですよね。プッシャー機にしたいんですね、デザイン的にも。やっぱり先頭に、機体の全部にですね、プロペラをつけると、やっぱり、ちょっと違うかなというふうに思ったんですね。で、やっぱりプッシャー機でここにモーターがあるということはですね、重心がかなり後ろになってしまいますよね。そうするとバッテリーとかメカをね、だいぶ前の方に乗せなければならないということになってくるわけです。で、そこで一つ課題になるのが、バッテリー、それから ESC を、この辺なるべく全部に乗せるとしてもですね、配線ですね、この、特に ESC からモーターへの配線、これがですね、やっぱり、長くなってしまう懸念がありますね。で、ESC を真ん中付近に乗せるとしてもですね、バッテリーを前の方に乗せると、いう手はあろうかと思うんですけども、そうすると、やっぱり、バッテリーから ESC のね、配線が長くなって、電力の損失が、発生してしまうんではないかという懸念があります。で、そういう課題ですね、もう、ある程度見えてます。それをどう解決していくのか、どのような、配置がベストなのか、はたまた、サーボを今回5個また使おうと思うんですけども、そのサーボの配置ですね、後ろの方に配置すればそれは楽ですよ。そうすると、またやっぱり重心が後ろになってしまうというふうなことですね。で、はたまた、もうそれを諦めて、プロペラを真ん中付近にね、くり抜いて設置するというのも一つのアイデアかなというふうにも思いますし、その辺はね、テスト飛行機なんで、作りながら、その辺の性能を検証してというようなことをね、やっていこうというふうに思います。とりあえず、ラフスケッチ、それから、設計は設計です。これでも。一応設計図です。資料としてね、残していこうというふうに思います。それでは、今後の、この
自作ラジコン飛行機、紙飛行機型ですね、第11号機になります。こうご期待、以上です。ではでは。